ちらはディズニーリゾートラインのプラレールになります。で本体はこのような形になってます。完全に連結されていて取り外せないような構造になってます。で裏側のレールこういう形になってまして、専用のレールに乗せて走らせることができます。